トラタ。エビス君はキリンが乗れるサイズのバスが来るのを待ち続けます。夕方になり、夜になりますが、キリンが乗れるバスはなかなかやってきません。みんな、次のバスを待ってくださいと言うばかりです。エビス君はもうこんなに待ってたら僕は永遠に帰れないよと気づき、バスの後ろにくっついてそのまま乗っていくことにしました。果たしてエビス君はバレることなく、そして振り落とされることなく、家までバスにしがみついて帰ることができるのでしょうか。それではまた明日。